おはようございます。すすきの YouTuber たまさまとブーちゃんです。もうだいぶ声ガラガラなチャレンジが今続いております。あるチャレンジが続いておりますが、はい、そうですね。まあとりあえず1個終わったところで、はい、はい、というわけで今日は、激辛カップ麺4連チャン企画もうたまさまの唇が真っ赤です。あの子さんになっちゃう1個目にして真っ赤です。さあ、はい、ということで第2弾目でございます。第2弾目ですね、はい、次は僕のターンでございます、はい、第1弾の方で見てくれた人は分かると思うんですけども、はい、次は台湾ラーメンを僕が食べたいと思います。まあ、あの書いてありますけど、ね、あ、名古屋の味って書いてありますね、うんうん、あの癖になる辛さっていう、まあ、どこまでの癖になる辛さなのかっていうのを検証していきたいと思いますよ、うん、そうですね、はい、あのこれ見てもなんかパッケージの感じはめっちゃ美味しそう、うん、ね、早速行きましょうか。はい、はい、行きましょうか。第1弾がね、うん、思った以上のインパクトがあったんだよ。いやー、あれはね、すごいよ。そして、こう開けると、ね、あれあれ普通のカップラーメンです。あ、うん、に、あ、火薬があるんですね。火薬と、うん、液体スープがあるんですね。これ液体スープは多分後入れのタイプですね、これ、うん、じゃあ火薬を入れていきましょうか、うん、この下にあるやつカレー粉かなって思うぐらいね、うん、はい、じゃあいきますよ。はい、熱湯を注いで3分待って OK です。はい、8分になりましたんで、はい、いきましょうか。いってみよう。箸がこれ不気味な、すごい歪に言われたな。温まった液体スープを入れてきますよ、はい、入れてください。ちょっと暗いからライト入れていい？はい、どうぞ。じゃあ、あとね、赤いですね。赤いですね。やっぱり赤いですね。いや、箸が持ちにくくて本当にこのヘリにね、ついたこの赤いの分かります？紙がね、うん、これ白いんですよ、もともと容器は。誰かここで死んだのかちょっと怖いですね。まあ混ぜてきますけどね。次回の映画血のりはこのソースで。あ、絶対嫌ですね。それで目なんてこすった日にはですよこれ演技しなくても叫べるよね。分かりますかね、この赤さ、うん、うん、混ぜてもこんだけ赤い。はい、ね、じゃあ食べてきましょうか。血の池地獄か、これ。さあ、行ってみよう、ブーちゃん、行ってみよう。よ、いただきます。はい、ちょっと早かったかな、うん、もうだいぶ汗かいてます。麺がね、硬いんさ、ちょっとまだ。ほんと？あ、固め？粘り方。結構いった。おお、いってる。一口目で結構いってる。え、そんなに？ですね、うん、これ、うん、後から来るタイプです。あ、ちょっと辛いかな、これでね。麺は細麺、うん、豚骨ラーメンの麺に近いラーメンですね、うんうん、あ、でも全然全然美味しいですよ。あ、本当。全然普通に美味しいです、うん、それは美味しくなきゃ商品もならないですけどね。ならないんですけど辛っ。これなんかニコ生の方で見るとなんか AV の撮影してるみたいになってる。いいよ、ブーちゃん、いいよ。もっと、あ、そうです、あの YouTube の方の皆さんには言っときますよ。一緒にニコ生の方の配信も今、うん、現在進行形で行っておりますんで、はい、そちらの方も、はい、タイムシフト残しております、別カメラで、はい、もしあれだったら見てください、はい、撮影の裏側も見えるね。はい、そうですね。辛そう。やっぱね、一口が大きいからね、もう3口ぐらいでもうほぼほぼないね。うん、半分以下、まあ半分以下っていうかもうないですよ。ほぼないね。お、3分の2ぐらいもういったんじゃない、これ。早っ。
ニラが効いててうまい。これあれだな、ブーちゃん辛いカップラーメン早食いチャレンジかな。中持ってきついなこれ。もうね、もうね、今の時点で僕ら多分ね、お腹いっぱいだと思う。結構。あ、やべ。あ、つ。今何？わかりますかね、あの、うん、この汗。うん、あもうと、ね、あの熱いものをベッて飲んだ瞬間に、うん、ここ通る感じ。ああね。今それが。あのカプサイシンで、うん、わーっと熱いんだけどなーってこう痛い状態なんで、そうね、状態はあるね、確かに。でもね、このニラね、やっぱりアクセントですよ、うまいっす。うん、うん、肉ものなんかそこまでなんか乗ってないのかなと思ったけど結構ありますよ。すごいすごいやられた。見てこの顔のテカリ。でやばいでしょこの汗。すごいこれ。玉のように光る汗ね、これね。ね、このメガネ取るとね、さらにわかりますよ。うん、今日目の下とかやばいですからね。本当に。やばいね。今日テニスで汗かいたばっかりなのに。本当に。テニスで結構すごい量汗がきましたね。うん、あっついけどうまい。うまい。はい。というわけで食べました。食べましたね。食べましたこれ。うん。あ。これね、あの例の前の企画とね、立て続けにやっちゃね、うん、いかんですよ。いかんですよね。自分で言ったけど、いかんですこれ、うん。もうなんかね、次行くのがね、もうね、俺なんかちょっとお腹いっぱいになってきちゃった。時間切るとやっぱりお腹に膨らんでますからね。あのパペッとこう次に行きましょう。はい、というわけで、完食しましたけれども。はい。暑、はい。何よりも暑い。でも。暑い夏に暑いラーメン食うのは、うん、いいですね。この汗かいて、うん、なんか結構ゾゾゾってこういける感じに見えたけど、うん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 、いや結構食べやすかったです、うん、あの一口目がちょっと、うん、ここまでパンチあったっけっていうパンチできたんでってなりましたけど、うん、あのうまいです。本当に普通にうまいし、うん、あの何よりもさっきも言いましたけどニラがアクセントになってて、うんうん、食べやすいです。うん。なんかあれだね、なんかこう細麺でね、なんかちょっと食べやすい感じ。そうですね。うん、あの細麺で辛いのが絡んでます。うん。うん、めっちゃ絡んでます。うま辛な感じはなんかすごい感じる。うん。うんうん、これがおすすめです、ね。そうですね。うん、これ4つ食った後に最後に順位決めますけども、びっくりするぐらい食べやすいです、これは。うん、うん、これはね、うん、ぜひみんな食べてみてください、はい、ただ、いかんせん、北海道の人は買うのちょっと大変かもしれないんですけど、うん、きっとネットとかで発売してるんじゃないかなと、うんうん、思いますんで、はい、その辺はね、なんかちょっと、うん、取って、まあ1回だけでも試してみたらいいかもしれないですね。うん、美味しいですね、はい、ぜひぜひ、はい、やってみてください。以上、すすきの YouTuber、たま様とぶーちゃんでした。はい、また、3個目、次で。そうですね、はい、3個目です。3個目になるんで、はい、まあ、前後ね、よかったら見てください。はい。はい、よろしくお願いします。では、バイバイ。暑い。暑いし、俺絶対トイレが怖い。なはは。次の？速攻でお腹ピーピーいきそう。もうなんか俺なんか胃がおーってなってもうやばいっす、マジでこれ。やばいね。